皆さんこんにちは、ちえです。今日はこちら、買うてしまった。またやってしまった。そう、買わないつもりだったんだけど購入してしまいました。ナターシャ・デ・ノーナのゴールドパレット、こちらを使って、このグリーンとゴールドの融合みたいな、このジュエルトーンっぽいこのルックを作ってみました。なんか最近ねすごく忙しくて、ゆっくりね座って撮る時間がなかったので、でも自分でも撮りたいと思っていて、みんなとつながる時間が欲しいと思って、こう急に空いた時間にわって撮った感じなので、なんだろうな、言いたいこともまとまらないし、なんか、しっちゃかめっちゃかな動画になっていますが、なんとなく私の最近の様子とともに皆さんとつながれる場になればと思っておりますので、気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。じゃあ下地から始めていきます。下地はシュウ上村の UV アンダーベースムース CC のベージュです。これね、出す時こう結構要注意なんだよね。結構出ちゃうから、ブラシでなじませます。皆さんお元気ですか？私は忙しいながらも元気にしています。あ、そう、明日検査をするんだけど、なんかこの間お腹が痛くてぶっ倒れましてよくねお腹痛くなることはあるんだけど、ファンデーションはねシュウエムロのザ・ライトバルブエッセンスの764番とベアミネラルズのねこのリキッドファンデーションのナチュラル、これを混ぜていきます。お腹痛くなることがあって、なんだろう、それはお腹のその中のムーブメントがあるから痛いのか、それともなんかポリープかなんかができてるのかわかんないけど、たまにあって、でもその痛みっていうのは結構ねこう我慢してると、なんかいつの間にかさ、頭痛と一緒でなくなるんだけど、なんか今回のはすごく長くてかつ痛くて、外出先でね今回はなったので、なんか横になることとかできなくて、最初はちょっと外出先で座りながら休んでたんだけど、やばいかもしれないなと思って、一応トイレ行ってこうと思って、トイレでねちょっと我慢して様子を見てたんだけど、気がついたら気を失う寸前でやばいと思って自分で押したんだろうね、呼び出しっていうボタンを。パウダーもねシュウエムラのパウダーを使っていきます。ザ・ライトバルブグローウィングフェイスパウダー。私初めて呼び出しっていうトイレのボタンをね押しましたね。あまりあれを押したことある人っていうのも少ないんじゃないかなって思うんですけど、押すまでにかなり勇気がいったトイレの中ででもこう本当に自分的にやばいって思ったんだろうね。こう、あ、意識なくなるっていう感じになった時に、もう意識が朦朧としてたからあんま詳しく覚えてないけど押したんだと思われます。で、救護室へ運んでいただきました。なんかさ、私こうお腹の痛みとか頭の痛みっていうのはあんまりないんだけど、お腹の痛みかな、お腹が緩い時の痛みとかでも、なんかこう痛すぎると吐き気がする人なんだよね。ないですか皆さん？あ、ブロンザーはベアミネラルズ。吐き気もするし、なんかクラクラするし、多分ね過呼吸になってたんだよねその時、パニックで、痛さのパニックで、でこう手足もしびれてくるしっていう感じで、チークはねシャーロット・ティルブリーのおっぱいチークを使っていきます。そう、それで私小学校の時に腸捻転になったことがあって、腸はねなんかあるっぽいんですよね。なので一度しっかり調べてもらおうと思い、ハイライターはベアミネラルズ。そう、明日ね大腸検査をね人生初します。みんなしたことある？ポリープの検査とかわかんないけど、私初めてなんですよ。で、今日前日なんだけど、こう野菜とか繊維が残るようなものはダメで、だからね好きなものが大概食べられない。その代わりこうパンとか白米とか、パンもバターついてないもの、そういうのを食べて、明日腸の中を検査する時にこう残らないようにね。眉毛はねプリサイスリーマイブローペンシルっていうベネフィットのものを使います。そうで、明日はね、あ、今日の夜、明日の朝お通じがビャッて出るように、下剤を飲み始めて、明日は朝から2リットルぐらいの下剤をゆっくりと時間をかけて飲むっていう。だからね、まあなんか丸一日仕事だよね。前日からもちょっと食べるものを見なきゃいけないし、そう、昼ご飯からなんか渡されたね、なんか非常食みたいなのを食べてます。こんな感じで、まあ何事もなきゃいいなとは思うんだけど、なんだろうね。お腹が空きすぎても、なんだっけ、十二指腸だっけ、わかんないけど痛くなる人もいるみたいだし、思い返すとお腹空いてる時になりやすいなとか、あとね、普通に便通が良くないのか、いや便通は出てるんだけどね、もう出てるってこう自分の尺度だと違うのかもしれないし、わかんないんだよね。これが私がこう圧倒的に言えることは、水分を取る量が少ないと思うんですよね。自分でももう水を飲むのが苦手で、飲まなきゃいけないんだけど、そういうのが原因だったらいいなと思うんだけど。エクセルのブロージェル、アイシャドウはね、ナターシャ・デノーナのこのパレットを買ってしまった。使っていこうと思います。まずこのカラーを。なんか初めて過呼吸になったのは、働いてる時、いや今も働いてるけど、いわゆるオフィスワークしてた時に初めてなりましたね。確か夏だったと思うんですけど、北海道に帰省して帰ってきたその当日かな会社でね、知らないうちに過呼吸になって、まあ、大体過呼吸になる時ってさ、あまり経験がない時、自分が過呼吸になってるって分かんないんだけど、ぶっ倒れてしまいました。なりたくてなってるわけじゃないんだけどね。ブルーをあとはなんかこうすごい満員電車に乗った時だったかな、あれはなっちゃったことがありますね。で、過呼吸になるとさ、手と足がねしびれてくるのでね、こうなんていうの、こうなるんですよ私だからこんな感じになって、なんか手が固まってくるって言ったらいいのかな、すごい不思議な状況ですよね。なんでこう息の吸いすぎ、そんな酸素吸ってるつもりないんだけどね、あるんですよね。このカラー、そうね、なるとね自分でもなんかショックです。なんかまたみんなに迷惑かけちゃったって思ったりとか、なんかすっごいドラマチックな女みたいな感じじゃない？でもね、ほんとね、気づかないうちになっちゃうんだよね。でも今回はね、若干気づいたの。こう痛くて自分では整えてるつもりなんだけど、あれね、吸いすぎてんだろうね。すっごい整えてるつもりなの。なんならこう吸いすぎかなと思って息止めたりとかして、結果吸っちゃったりしてそうまあそう、そう、それで明日検査してきます。水もっと飲めよって言われることを願ってます水飲めばいいのねっていう。人にはなかなか言わないけど、みんな意外とね、こう特別な病気を抱えていたり、特別なね症状を抱えていたりして、密かに戦ってる人ってたくさんいるんですよ。それが人にあまりね知られてない病気だったらなおさら、もうね、人にちゃんと理解してもらって、理解してもらうってすごく難しいことだと思うけど、私は、周りにねそういう人がいたら理解してあげたいなと思うのです。めっちゃいい。このナターシャのシャドウパレット、やっぱりね買ってよかったよね。やっぱりいいんですよ。リップはアーバンディケイのフュエルをつけてきます。いろんなヌードが出てるけど、結局一番このカラーが好き。3本目、これがなくなったらどうしようかと思うぐらい好き。はい、マスカラをして戻ってきました。仕上がりはこんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、なんだろうとりわけ新しいものを使ったってわけではないんだけど、新しいといえばこのナターシャ・デ・ノーダのパレットかな。これはねちょっと結構前に出たんだよね。9月かな10月かな、うん、9月ぐらいに出たと思います。でその時にもう買わない、だってパッドのシャドウも買ったしって思ってたんだけど、なんかレビューを見てるとすごくいいし、なんかねカラー展開もね、私の大好きなカラーわかる、こういうなんだろうマスタードっぽいカラーとかも入ってて、めっちゃ可愛いじゃんと思ってて手を出してしまいました。そしたらねやっぱりねすごくいいです。今日はねちょっとしかカラー使ってないんだけど、これからのね動画でもね使っていこうかなと思います。本当にこれおすすめ。すごくねパッケージも可愛いしギランギランだしニュートラルなルックもできるし、ちょっと遊んでね、今ちょっと流行ってるこういうジュエルトーンのカラーでもアクセントとして遊べるのですごくいいと思う。これからのねホリデーのプレゼントとかされたらめっちゃテンション上がるんじゃないかなと思います。私はテンションが上がります。これは私へのプレゼントです、うん、そうそう、なんとなく時間が空いたのでゲットレディウィズミーみたいな動画を撮ろうと思ってなんか話そうかなと思ったんだけど、最近起こったドラマチックな出来事ってそれぐらいだなと思って、なんかお腹痛かったって話になっちゃったんだけど、ほんとねみんな気をつけてね。私は明日検査してきますちゃんと検査してくる。ちょっと話したけど過呼吸の話、過呼吸私もなりたくないんだけどなってしまう時があるので、道端で過呼吸になっている方を見つけたらそっとビニール袋でも渡してあげてください、大丈夫だよと言ってみんなねなりたくてなってるわけじゃないんだよね。私も全然なりたくないし、私ストレスですアピールでもないし、全然なりたくないんだけどなってしまうので、こう気づかないうちにね過呼吸になってるんだよね。だから自分でもコントロールできる技があるのであればってやったけど、今回無理だった。あとってやってみたけどダメだったので、わからないですけどもあるんですよ。みんなそれぞれね病気と闘ってます。私の知っているお友達の中にもみんながまだこう知らないね病気だったりとか、知らないがゆえに理解されづらい病気だったりとか、あとこうよくわからない、よく解明されてない病気でこう人に伝えづらかったり、自分も理解してなかったりとか、そういういろんな状況で苦しんでる人、それでも病気はあるからしょうがない、病気はある、うんやだ、うんでもしょうがない、あるんだもん、だからそれとどうやってうまく付き合っていくかっていう風にして頑張ってる人たくさん知っているので、知ることからいろんなことが始まると思うから、私もね、うん、知っていこうと思う。知っていると全然見方が変わったりするしね、うん、どうやってまとめていいんだかわかんないんだけど、でもそうやってみんな日々小さいことを戦ってると思うんだよね、うん、そういう病気とかでも密かにね戦って頑張ってる、そこのかっこいいあなた応援してます本当にどうやって締めていいかわからない。まずでも今日使った中で一番好きなのはナターシャのアイシャドウですでね、一緒にパッドマークグラスのこのリップを購入してみたんですよ。すごくいいって聞くから。でもね結構私のカラーだと超ヌードで、これ何番だっけな、ピープショーっていう016番なんだけど、これ結構ヌードなので、こういう時こういう中心に塗ってあげるとちょっと3D 感が出ていいのかなって思う。だからこれ1個だけだとねちょっとヌードすぎるっていう感じ。なんかしっちゃかめっちゃかな動画になってしまいましたが、なんかね今日の動画も楽しんでいただけたら幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。